島は FC 東京に前節引き分けた、柏レイソルは、まあ、流れが良くなかった中で前節、J1 は首位の神戸に1対1、これは自信になりますよね。そうですね、野村さん、はい、ちょっと今、ね、知念選手が左の太ももをですね、はい、痛めたようです。交代しそうですね。ちょっと厳しそうですね。そうですね。であのウォーミングアップ中の怪我っていうのは、ね、よくありますけれども、はいはい、本当にこれだけ直前っていうのはなかなかないですけどね。いや僕もこんなに直前はちょっと国内で初めて見るような感じしますね、はい、でした。さあコーナーキック、ヘディングシュート、枠の左でした。キュンミンテ、いいボール入ってきましたね。マテウス・サビオ中に入っていく。足が縦へのボール、こぼれたボール、関根のシュート、遠目から狙っていきました。枠の左でしたけれども、ミドル狙っていった関根です。さあマハモド、スペイントを入れながらドリブルで中に入っていく。そしてシュートは強烈、サイドネット、あの位置から狙っていきました。いや今の仕掛けは良かったんじゃないですか、うん。庄司から中村にボールが入って、荒木前を抜いてのシュートだ。ーサイドネットでスタンをしてシュートに持っていきました、荒木亮太郎です。中村、中村が少し運びながら、武藤のシュートが強烈ですが枠の左でした。荒木のキック、庄司、こぼれたボール、シュート、アルティル回帰、ついにコーナーキックから得点が生まれました。こぼれたボール、アルティル回帰、先制は鹿島オーサラーズ。いやー、そこのこぼれ球によく反応しましたね。縦パス入れる、これが武藤に入る、武藤から細谷だ、ここからシュートだ、ナイスキーパー。角度からもしっかりと打っていきました、細谷、それを止めた沖です。いや、あそこで背後にこう抜け出してからですよね。さあ、あとどれほど時間を見るか、ちらっと今西村主審時計を見ました。そしてここで長い笛と同時に鹿島サッカースタジアム大きな歓声です。いや、鹿島りましたね。そうですね